はい、どうもシンガーソングライター三浦風雅です。よろしくお願いいたします。ということで今日は、こんな時間になっちゃいました。すいません、時刻が、4月の22日5時5分ということで、すいません、こんな時間になっちゃった。いや今日もですね、実は打ち合わせがあって2件あったんですけど、1件目はもう普通にいろんな初めましてというか、新しく出会った方でいろんなお話を聞かせていただきまして、でその後、いつもお世話になっている方と、また、いろんなお話をさせていただきながらも、こんな時間になってしまったということで、すいません皆さん、ごめんなさいね。いやでもね、本当にね、すごい楽しみなことばっかり増えてきて、まあ、それを形にするっていうのがまた難しい作業なんですけれども、いろんなアドバイスをもらいながらも何かこう新しいことに挑戦できないかなって思ってたものがやっと形になりつつあるってぐらいまで来たので、いやもう本当になんかやっぱゼロからのまたやり直すっていう意味でもいい知識をいろんな方に教わってちょっと勉強させていただいてるって感じですね。そんな一日でございました。皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。いやー最近またちょっとね、こうあったかくなってきたというか蒸し暑くなってきただよねって感じになってきて、すごくね、ああ夏が来たななんて思いながらも、頑張っていきたいなと思っておりますけれどもね。ということで、皆様 YouTube の方は見ていただけましたでしょうか。 YouTube 見ましたか。あれはね、まあちょっともう見た方分かると思うんですけど、実はすごく、すごい恐ろしい出来事がありまして、まあ見てくれた方は分かると思うんだけどね、ちょっとまあ言っちゃうと、まあ、トンビにね襲われたっていうところなんですけど、もうびっくりして本当に、もう結構ね僕の表情なんつうの、落ち着いた風に見えるんですけど、内心めちゃめちゃドキドキバクバクしてたからめちゃめちゃ恥ずかしかったんだけど、それ以上に一緒にねやってくれた松直が、すごくいいリアクションしてくれたので、まあ結果オーライかななんて思いながらも、やらせていただきました。ということでね、いやーそれにしても本当にすごくいいなんか久しぶりなこう休日っていうか時間を作って、まあぶっちゃけその撮影 YouTube してたんで休日っていう感じはしなかったんですけど、でもなんかすごく久しぶりにああいう海沿いで海の近くで、ゆっくりと時間を過ごせたかなって思いながらも、いいリフレッシュになったかなって思っております。で、まあ、また、前ね K1 の、タイガ君とも、コラボしたんですけれども、またその動画もね皆様ぜひ楽しみにしていただいて、ちょっとまだ、編集してないのでちょっと編集でき次第アップしようかなと思ってますので、皆さんぜひ待っててお待ちしていていただけたらなと思います。そんな感じで、いつも皆さんねコメントありがとうございます。今日もね、皆様からいただいたコメント、読んでいきたいなと思います。ミューラジオの方ですね、いきますよ。ペンネーム風雅の笑顔が大好き、いつもミューラジオありがとう。私は朝一で聞いてその日の元気をもらってます。質問です。風雅の元気の元は何ですか。なるほど、朝一でまず聞いてくれてありがとうございますね。本当に元気の源はやっぱり、まあちょっと元気なくなってきたなって思った時とか、切羽詰まったなって時って、僕ライブ配信よくすると思うんですけど、ツイキャスとかそういう時にやっぱみんなとね一緒にお話をしたりとかするとすごくリフレッシュするし元気の源になるなっていうのはありますね。でも本当にこれって本当にそうで、もちろんね友達とかとね一緒にいる期間もすごく、仲間たちと一緒にいる時間も大切だけど、やっぱりなんか夢に向かっての話とかをできるじゃないですか、熱く語るじゃないですか、僕本当すいませんね熱苦しかったら。そうでもそういうなんかお話をしながらもみんながこう応援してくれたりとかするっていうと、なおさらみんなにこう力をもらってパワーをもらって頑張ろうかなって思えるので、本当元気のもとは
フー側のみんなだと思うな。ありがとうございます。来ます。ペンネーム忘れないようにと書いた買い物リストの紙を忘れてる。ある、めちゃくちゃある。なんなら僕なんか忘れないようにと思って iPhone のメモにメモっていたのにもかかわらずメモったことを忘れているっていうね、ありますわ。ふうがくんお疲れ様です。 YouTube で大変な時にミラジオありがとう。こちらこそありがとう。ふうがくんの歌、ふうがくんの声、毎日たくさんの癒しや幸せをもらってます。毎日今頃、ふうがくんは何してるのかなと思ったり、もうすぐミラジオかなとワクワクしたり、ふうがくんの思う時間がたくさんです。ずっとずっと応援してます。ごめんね、ちょっと今日こんな時間になっちゃってありがとう。ふうがくんに質問です。もうすぐ学生さんは夏休みなのかなと思うと、ふと自分の学生の頃の夏休みを思い出すと、お友達と海で花火したりボールして騒いだりしたなと楽しかった思い出が蘇りましたが、ふうがくんの学生の頃の夏休みの思い出で楽しかったなと覚えているエピソードなどはありますか？そうですね、僕の学生の頃の夏休みっていうと、大学生の頃は特にそんなにもうちょっと音楽を始めていたので、あんまりこう思い出のあるような遊び方はっていうのはあんましなかったんですけど、強いて言うのであれば、プールの監視員を僕よく、夏やるんですね。そうすると夏休みまだ学生の子たち、高校生とか中学生とか小学生とかが夏休みに入る前に準備をするんですよ。プールを掃除したりとか、そんなことをしながら、学生が増えてくると、あ、みんな夏休みになったんだなって思いながらも、なんかよっしゃ夏だぜ気合入るぜみたいなっていうのはあるかな。だ、思い出っていうと難しいけど、プールの監視員してた夏は本当に思い出かもしれない。うん、学生の頃のバイト先なんで、すごく印象深いですね。やっぱ夏っていいですよね、本当に。はい、次いきますよ。ペンネーム風学にささやかれたい。ささやきますよお疲れ様です。 YouTube の編集頑張ってるんだろうな、ちゃんと寝てるかな、ご飯食べてるかなとあれこれ考えてしまいます。大丈夫ですよ、本当に YouTube お休みしても大丈夫で、ありがとう。でもやっぱね、待ってくれてるみんながいるからね、頑張っちゃうんだよね。嬉しいから、みんなに見てもらえると。ありがとうございます。質問です。今の一番の楽しみは何ですか？そうだな、やっぱ僕の一番の楽しみはライブができることかな。ライブ、年末のライブに向けてワクワク、すごいワクワクしてますね。私はグッズが届くのが楽しみです。発送の作業ありがとうございます。ふうがくん毎日見るじゃありがとう。発送ね、もうね、今日、昨日か、昨日届いた方もいらっしゃるみたいで、順次発送の方させていただいているので、皆様ぜひ、しばしお待ちをということで、待っていただけたらなと思います。ありがとうございます。ペンネーム一日の最後の楽しみ、ミューラジオありがとう。今日こんな時間になってごめんね。ふうがくん今日もお疲れ様です。やってたことが一気に無駄になると時間返してってなるよね。間違いない。ふうがくんの気持ちすごくわかるよ。無理せず、もし間に合わなかったらインスタライブでお願いします。ありがとうございます。インスタライブでやらせていただきますね。人付き合いって難しいよね。私も一度1年くらい距離を置いた友達と今では月1で会うくらいの親友になりました。いいですね。もうかれこれ10年以上の友達、すごいすごい。それは、ふうがくんは一度距離を置いたけど今ではとても仲のいい友達いますか？一番付き合いの長い友達って何年ぐらいですか？そうだね、一番付き合いの長い友達はもう幼稚園の頃からの友達もいるし、小学校の頃からの友達もいる。で、今でも未だにこう地元に帰ると会うやつはやっぱり小学校の頃からの仲、そう、小学校の頃同じサッカーチームだった子が小中やっぱ地元だと一緒じゃないですか。そこでなんかすごく仲が良くなって、今でも地元に帰ると飲みに行ったりとかするぐらい、もう本当親友ですね。だから何年ぐらいなんだろう、もう24になったから、当時小学校とかやったら8歳とかってなると、もう十何年ぐらいの仲だね。相当長いと思う。そうなんですよ、だからこそ何でも話せる仲でもあり、すごく居心地のいい仲間でもいて、本当にだからそういう周りの仲間とか友達って大事だなって思いながら、大切にしなきゃなって思いながらね、まあ、ただでさえ友達少ないので僕はそうだから、そういうことを考えながら、感謝忘れずにね頑張ってますね。うん、また地元に帰った時にはみんなと飲みたいな。うん、そんなことを思いながら、東京の景色を眺めて今ミラジオをやっておりますもっともっと頑張んなきゃねって思いながらね、
そんな感じで皆様、今日はちょっとこんな時間になってしまいましたけれども、本当にすいません。これから、お仕事の方、通学の方、通勤の方、よかったらぜひ聞いていただけたらなと思います。皆様、今日もありがとうございました。バイバイ。